여러분안녕하세요칸짱의한국어강좌第5話です。いよいよパチム編です。1話から4話まで全部見て、このパチム編勉強したらいよいよハングル大体読めるようになります。みんな、私、カンちゃんと一緒に学んでいきましょう。じゃあ、パッチムですよね。パッチム。この発音は日本語だから、これからはパッチムと発音しますので、皆さんも覚えてくださいね。このパッチムは、トータル27個があります。また、パッチムになるこの文字は、皆さんが前回、シオン編で全部学んだあの文字を、使いますので、新しく文字を勉強することはないのです。じゃあ、最後までこの動画を見てください。じゃあ、今日もアシスタントをあの方呼んで、今日も楽しくみんなで学んでいきましょう。じゃあ、読んでみましょうか。じゃあ、千葉ちゃん、どうぞ。おお、ね、いろいろ変わりましたね。そうなの、これまたね、はい、M ちゃんのアドバイスでね、うん、字幕でつばきちゃんちょっと隠れちゃうわけよね、はい、もっと可愛くなりました。うん、そうなのそうなの。今日ね、あ、下まで見せちゃおうかしら。なんかね、ちょっとおしゃれになってるの。なんか素敵でしょ。はい、いろいろ素敵になりました。そうなの。でもね、はい、ちょっと大きくなっちゃうから下に隠れちゃうけど、うん、今日いよいよパッチムよね。うん、そうです。で、そのさっき私が話をしたように、うん、日本語ではパッチムなんですけど、これキムチも一緒ですよね。キムチ、うん、キムチですよ。はい、パッチム、パッチムですよ。じゃあ一回発音してみましょう。パッチム、パッチム、パッチム、パッチム。はい、みんな覚えてください。前回の韓国語講座動画は分析したらこういう結果になっております。まだこのカムバックのチャンネル登録していない方、ぜひよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。でさ、うん、このパッチン、なんかね、日本人ね、すごーく苦手意識が強いの。覚えなきゃならない発音は、うん、たった7個だけなんです。なのね、はい、27個のすごい種類がありますけど、覚えなきゃならないのはたったもう1回7個しかないのです。だからさ、はい、27個って聞くとさ、そんなにって思っちゃうけどさ、はい、種類がばっかりありますけど、うん、もう何と言ったらいいんですか、フェイクですよ、フェイク。じゃあ千葉木ちゃん、うん、じゃあこの、うん、パチムはなんで難しくみんなが考えるのかとしたら、うん、日本にはない仕組みなんですよ。そうだね。ですよね。うん、でもこのパッチムがどういう仕組みとしてどういう役割をするのか、うん、それを詳しく理解できたら、うん、本当に簡単なことなので、皆さん、またちゃばきちゃんも難しく考えないでください。分かったわ。はい。じゃあそして千葉ちゃん、うん、でさっき言いましたね、うん、このパッチムは27個の種類があっても発音は7個しかないという話をしたのじゃないんですか、うん、またこの7個の発音の中で、うん、6個は日本人たちの発音の中にある発音だから。そうなのね。はい、うん、で日本人たちにない発音は、うん、たった一つしかないんですよ。もしかして、もしかして、それは、はい、あの、はい、難しいと言われる、はいはいはい、リュールだ、うん、そのある、うん、その一番難しいで、みんなソウル分かりますよね、うん、で韓国語ではソウルと言いますよ。そのソウルのウル、この発音のパッチン、うん、あれが日本の中でない唯一な発音ですよね。これさ、英語の時も日本人ってね、うん、あるの発音がね、すごく苦手なの、うん、だからなんかさ、苦手意識持っちゃうけど、うん、たった一個さ頑張れば、うん、なんか
マスターできちゃうじゃない。はい、そうなんです、うん、頑張るわよ。はい、今日もどんな風に勉強するのかとっても楽しみだわ。はい、私も楽しみです、うん、じゃあ早速、はい、かんちゃん始めて。はい、始めましょうか。はい、皆さん、これからすごくヒントになることを一個見せます。これがこの5話の一番大事なポイントになります。ヒョウと一緒で私一回発音してみます。ソウル案内にあった漫画のマップで発見したサンバーの発祥地。うん、私でも言えそうだわ。はい、言ってみようかしら。はい、どうぞ。あら、言えるかしら。うん、ソウル案内であった漫画のマップで発見したサンバの発祥地。はい、あー、言えた。はい、うまいです。はい、日本人が日本語うまいというなんか。あ、そうね、はい、あ、前回のことがあるからちょっとね恥ずかしいわ、うん、間違えちゃうから、うん、でもね間違えても私は恥ずかしがらないわよ。じゃあ皆さん、この私が言ったこの文章、この中にさっき説明した6個、うん、日本人が使っている発音6個全てが入ってある文章なんです。じゃあきっとこれね、はい、ここに今表が出てるよね。はい、表が出ていますよね、うん、これ絶対みんなね、はい、日本人だったら読めるはずなの。はい、読めるわきっと、はい、あの赤文字の部分がポイントです。そうなのね。はい、じゃあこれ一つ一つちょっと説明しようかしら。あ、はい、お願いします。じゃあこれさ、うん、ちょっと私アシスタントだから、うん、ちょっと説明代わりにしちゃうけど。はい、お願いします、うん、はい、あ、そうだわ、はい、いや私ちょっと説明する前にさ、はい、パッチムになる文字をさまだ出してなかったわよね。あ、すいません。そうだね、はい、じゃあ先に出してもらおうかしら。はい、早速出しましょうか。はい、はい、皆さん、これがパッチム27個のすべてです。多いじゃん、多いよ多いよ。はい、でも心配しないでください。だよね、あの中でメインは別に少なくあって、うん、はい、そうよね。だってさ、今日ささっきさ、うん、かんちゃんがさ説明してくれたようにまだ初級じゃない。はい、そうなんです。だからさ、よく使うさ出てくる、うん、そのパッチン、うん、ちょっとねまた下の方に表に出してもらって、はい、それでちょっと勉強すればいいわよね。はい、ですよ。はい、その皆さん、この5話には発音できるように簡単に、これがポイントなので、うん、これをうまく乗り越えたら、うん、いよいよ新聞、本、字幕読めるようになります。これが本当最初の目標だったわよね。ですよね。もう一息だから頑張りましょう。はい、基本中の基本なので、このカンちゃんとツバキちゃんと皆さん、うん、一緒に頑張って最後までいきましょう。動画を最後まで見てください。じゃあその前にツバキちゃんは説明の続きいくわよ。はい、うん、だからソウルのルがちょっと難しいからちょっと置いといて、うん、案内にの赤文字のところのん、はい、これがニュンの発音かしら。はい、ニュン、ナーですよね。そう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 、ナーは何だったっけ。ナエルのナー、はい、だよね。はいはいはい、これ発音的にはよくカンちゃんがさ、はい、キロキちゃん舌ちょっと出して舌噛む感じってよく言ってるよね、うん、はい、そうです、うん、これまたね、あのどんどんさ発音とかはやっていくから、はい、今日はとりあえずうんのところがニュンだよっていう説明ね。次が、はい、あった、あった、うん、これは私もよく名前覚えてないけど、ティグですよね。ティグ、ティグ、ティグという名前なんですけど、ターですよね。これがターですよ。なんだっけ、うん、騙されたこの逆じゃん、うん、騙されたこの逆じゃん。私結構よく覚えてるでしょう。はい、うん、騙されたこの逆じゃん。はい、庭に全部出ていますよね。でその次が、はい、漫画、はい、漫画、はい、漫画のん、はい、あ、言うんだよね。はい、うん、言うん、あーですよね。あー、たち覚えてるこれ。あー、もちろん覚えています。あ、覚えてるの。はい、アンパンのあんなし。はい、これ私なんで笑ったかきっとみんなはわからないけど、わからなくてもいいわこれね、結構みんな日本人がね、さっきのん、ニュンと、うん、この
イオンの運がね、なんか区別できないっていう人が多いんだけど、はい、漫画って結構みんな簡単に言っちゃってるじゃない。もうそうなんですよね。なんかさ、はい、なんて言うんだろう、鼻のところで詰まる感じ、はい、漫画、うん、そう漫画、なんか鼻からなんかちょっと何かが出るような、だよね。だからこれね、うん、難しく考えないでもちゃんとみんな言えてるから、あのイオンとイオンの違い、うん、このね、案内と漫画、自分でね、何回も何回も言ってみるとね、なんか違いちょっとわかると思うの。でしょ、これ画期的だわ。確かに、うんうん。で、その後がさ、マップ。はい。マップ。ビュー。ビューですよね。ビュー。で、皆さん、この文字一つずつ一つずつ、うん、全部名前がありますよ。これもいつか覚えなきゃね。はい、ですよね。みんな、カナダラマバサ、その、ずっと言ったんですけど、うん、あれ、カ、ギュ、ナ、ニュン、ダ、ディク、こういう名前が全部ありまして、うん、今はそのつばきちゃんが一個ずつ発音してみて私が説明しますけど、うん、まあその別の、ね、エピソードでまた詳しく皆さんに教えてあげますので、なんかちょっと違和感があるそのシオンのこの名前を言っても困難を感じないでください。はい。で、そのビューは、うん、はい、バーバリーのバッグ。はい、バーバリーのバッグ、バーですよね。そう、だからここでさ、うん、マップって出てるから、うん、またね、P にみんな従うかもしれないけど、うん、これ B だからね、うん、でしょ、マップっていうよりもマップ、うん、マップ、うん、ちょっとね、プーじゃなくてブーよりのね、まあ、微妙なところだけど、はい、それだけ覚えておいてくれたらいいかしら、うん、で、その次がこれで、私一番簡単なんだけど発見、うん、発見、はい、これ Q、 はい、Qキヨですよね。キヨ。キヨ。カーですよね。だよね。はい。額縁の角。はい。うん。額縁の角。そう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 。うん、これ斬新だったから。はい。結構評判だったのよ。はい。本当にいいアイデアだと思いますよ、今。いいアイデアよ、本当に。はい。うん。で、最後が。はい。サンバの発祥地。これね、発祥地じゃないよ。サンバの方が重要だからね。うん、はい。サンバの、うん。これさ、はい、うんだけど、どっちかっていうとさ、うん、口を閉じた、うん、だから、うん、ミュン、うん、ミュン、まあですよね。そう、だからあそこではさ、なんか M の発音だったけど、うん、パッチムになっちゃうとさ、なんか、うん、うん、うん、に多分聞こえちゃう。だから、うん、多分さ、3つうんがあるわけよね。はい。ミュン、ユン、ミュン。うん。で、これもね、みんな、どの運なのってすごくね、はい、わかんないって言うけど、はい、でもさっき言ったようにさ、うん、やっぱり、あの、案内、うん、日本語で発音するとさ、うん、案内と漫画、なんかやっぱりちょっと違うのね、みんなね、うん、その3つの区別がね、うん、すごくつきづらいって言うけど、うん、日本語でね、うん、発音するとさ、うん、その違いって絶対わかるはずだから、うん、あ、これね、絶対覚えられるから、みんなそんな心配しないで、うん、はい、皆さん、この日本人発音基準で、うん、一番合っている単語を、うん、はい、選んで文章にしたものなので、うん、そうするとさ、うん、日本語だからちょっとその日本語の区別ってしやすいから、うん、はい、あ、ちょっと微妙に違うんだなっていうところで、うんうん、入りやすいと思う、はい、大丈夫で、このサンバ、うん、はい、サンバ、ミュン、マーになりますよね。そう、はい、だから一番これね、分かりやすいのは、うん、口が閉じちゃうんだよね。はい、サンバ、サンバ、サンバですよね。ミュンとイウンはさ、口閉じてないじゃん、うん、だから日本語も同じ運だとしてもすごくなんか発音が変わっていくということですよね、単語に対して。そう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 、はい、バッチンもそうなんですよ。はい、じゃあ次、うん、もう本題の一番難しい、はい、リウルかしら、はい、リウル、リウルですよね、ラーですよね、はい、6個の簡単なシンプルな優しい発音終わって、うん、はい、日本人たちの単語、日本語にない発音、唯一な発音、ラ
パチンの発音なんですけど、うん、あの代表的な単語がありますよね。リュルパチンが入る、うん、みんながよく旅行に皆さん行くソウルですよね。ソウル、そうね、さっきの表に出てたソウルだね。はい、ソウルですよ。でもその韓国語ではソウルですよ。ソウル、はい、ソウル、ソウル、三つですよね、発音が。そう、日本人はソウルに行く、うん、ソウルに行くっていうから三文字だよね、はい、はい、違います。間違えている韓国語なんですよ。はい、で韓国語はソウルですよ。結局、ね、はい、3文字じゃなくて2文字になりますよね。うん、で、大部の韓国語が、うん、もう例えば皆さん知っている、감사합니다。감사합니다。はい。でも、감사합니다という発音しちゃいますよね。そうしたら1個が追加になりますよ。はい。皆さんが好きな、キムチなんですけど、みんな、キムチと発音しますよね。あれも3文字ね。はい。キムチなんですけど、キムチというなるのじゃないんですか。ソウルも一緒なんですよ。うん、はい。で、このパチモは何の役をするのかとしたら、うん、結局、止める役をすることなんですよ。なんで、この止めるやつに対して、日本人たちがよく癖になっていて、だからさ、うん、日本人はさ、なんかさ、難しく感じるのね。日本人はね、はい、日本語を止めるっていうよりも、はい、なんかさ、伸ばす、はい、伸ばすことなんですよ。もう、例えば、単語何がありましょうか、ちばきちゃん。あ、掃除機。うん。だから、掃除機。掃除機じゃないんですか、うん、どうにか超音に伸ばして掃除機なんだけどさ、うん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 、掃除機掃除機掃除機ってさ、うん、なんかもう伸ばしちゃうよね。はい、あれをもう超音、韓国人たちが一番やらないことなんですよ、うん、そうだからかんちゃんさ、うん、よくさ棒伸ばすところがさ、うん、前に伸ばさなきゃいけないのにさ、うん、棒が後ろに入っちゃったりするわけよ。ですよね。多分ね、どこで伸ばすのかがわからないのが韓国人で、うん、日本人はどう止めればいいのかわからないのが、うん、パッチン。はい、パッチンですよ。そう。で、なんか日本語でね、伸ばすって言ったらね、うん、携帯、携帯。うん。携帯。だから、携帯。と、みんなさん発音するのじゃないですか。そういう日本語のあの超音システム、うん、韓国語にはみんな使いませんよ。前回言いましたね、うん。はい。なので、その韓国人としての韓国語のこの構成が、うん、はい。止まらせて、止まらせて、うん、はい。パッチも使って止まらせちゃいますよね。だから、うん、私がいつも言っている、その、もう18番がございますけど、うん、韓国語は、どういう発音も必ず1発音ですよ。それよく注意されるわよ。はい。なので、そのもう一個話がしたいのが、うん、みんなさん多分いろいろその韓国語を勉強、教科書とか、うん、本を持っていると思いますけど、うん、あの上にまた同じ話になりますけど、うん、パッチンの説明の振り仮名が、うん、必ずあれを二文字にさせちゃう。だよね。はい。なので、もうさっき言った、감사합니다が、감사합니다が、감사하무니다になりますよね。そうなの。キムチが、キムチになるし、はい。そう、だからね、この後ね、うん、みんなやっぱり単語勉強したりとかするのよ。うん、で、その時にね、じゃあお客さんもさ、うん、水はさ、うん、ムルじゃない。ムル주세요。ムル주세요。ね、ムル주세요。ムルください。はい。ムルですよ。ムル。ムル。ムルじゃなくて、ムルですよ。ムル。そうなの。だから、単語はね、わかってるんだけど、うん、多分、発音のところでみんなちょっと間違えちゃうかな。うんうんうん。ムル二文字じゃない、うん、だから、あそこどうしても、ムルーって言っちゃうと、カンちゃんには最後にまたウがついてるように聞こえちゃうから、はい、なんか違和感なんだよね。ああ、もうですよね。だから、つばきちゃんいつもさ、注意されるじゃない。はい、あ、またさ、また伸びてるよって。うん、もうどうしてもね、うん、なかなか止められないの。
はい、そうですよね。これから勉強するみんなは、うん、パッチン、うん、難しく考えないでさ、うん、ママもまた発音がさ、このまた下がどこなのよとかさ、うん、あーなのよこうなのよってすごく難しく考えるけど、うん、まずさ止める練習、うん、うん、止める練習からしていくと、うん、意外とパーフェクトじゃないけどさ、うん、日本語じゃなくてちょっと韓国語よりっぽく聞こえるから、うん、そこからスタートしてもいいんじゃないかなって、うん、そうですよね、うんうん、でこのソウル、うん、ソウルの、うん、そのリウル発音の話をもう一回しようかとしていますけど、うん、やっぱりこの、ヒントになるのは何なのかとしたら、うん、あの止めるという話したのじゃないんですか、うん、でこの止めるときに、うん、ベロが必ず天井につけられちゃいますよ。ああ、それもこの間練習したね。はい、ソウル。だからウじゃなくてソウルのソウ、またその下に波長がいっちゃいますよね、うん、ソウルにいっちゃうのじゃないんですか、うん、そのウの時じゃなくてウからパチンリュルに行く時に必ずこのベロが天井につけられちゃいますよ、うん、これがすごく一番大事なヒントになりますよ、うん、この間さちょっと練習したじゃない。はい、椿ちゃんすごく私の前で練習しましたね。あの、うん、さん歌を歌ったじゃない、うん、なんか夜明けのスキャットだったかしら、ルー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 、だけどねちょっとねまたね私覚えています、この曲皆さん。あーこれね年齢バレちゃうからね、うん、でもねもう一個年齢バレちゃうかもしれないけど、うん、あールーでね他にないかなって考えた時ね、うん、ドゥルルンドゥンドゥンドゥルルンドゥンドゥンドゥルルンドゥ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 ン幸せを、あーここまで言っちゃうとあれだけど花の子花の子ルンルンのねルルルルルンルンルンって言った時にさ、うん、その下がさ、うん、天井に多分ついてるの、うん、そこらへんよ、うん、でまあそんな感じで、うん、あここら辺なのねっていう感じで、うん、感覚ちょっと覚えてくれるともしかしたら、はい、ただ、うんうん、下が、うん、なんだろうブラブラしてるんじゃなくって、うん、上にピタッソウルソウル、はい、あ難しいけどね、もう練習あるのみよ、うん、もう話すことよ、口から出すことよ、うん、とりあえず、うん、この前回も言ったけど、うん、じゃあこの議論全部出して、うん、表出して、うん、なんかこうすればいいです、また例の単語出して、うん、いろんなヒントあげたとしても、うん、頭で理解することじゃなくて、うん、口動かすことよ、口を動かして、うん、これ1回でまた1日で、うん、近いうちに長寿になることではないんですよ。独り言でもいいよね、うん、もうさ、携帯の録音に向かってさ、うん、もうやたらとさ、単語を話してみるのもいいんじゃないかしら、うん、だからもう、もうその、何ですか、そのもう、簡単な単語ばかりあるから、とりあえず、ソウル。ソウル。だから、ヒントをもう一回言いたいのが、はい、そのウルは、ウを発音したから、下に、あの、リウルに行くことなんですよ。はい。あれを自然的に、一文字で発音することなんですよ。他の、6個のバチン、あれも、私たちが、つばきちゃんと私たちが出した、あの、表のヒントを見ながら、うん、あの発音の感覚を覚えながら、止めながら、うん、一文字で発音することなんですよ。はい。なので、こういう感覚の7個を覚えれば、はい、うん、パッチン、全部発音ができるし、読めることもできます。だよね、はい、もうこれめちゃくちゃさ韓国語の幅広がるよ。うーん、この語はもちろんこの語話を見る前に1,2,3,4 話を全部見てくださって習得してくださって語話を見るべきなんですけど、うん、とりあえずこの語話まで習得できたら、うん、新聞やいろいろ読むことができますので、新大久保に来たらさ、うん、韓国語いっぱい書いてあるじゃない、うん、あれはさなんか読んでみるのも楽しいよね。ですよね。何の意味かはわからないんですけど、うん、あもちろんその単語勉強ももうすぐ始まりますので、うん、でも全部読めるから、うん、はい、楽しいです。
そう、意味が分かんなくても、うん、まず読めるっていうこの嬉しさ、うん、だよね。はい、あ、だからみんなもうやっとこのパッチンの新お勉強まで来たから、うん、もう勉強はここで、うん、文字のお勉強はここまでよ、うん、はい、そうです、うん、このパッチンで一番注意しなきゃならないことが、うん、絶対忘れちゃいけないことが、うん、伸ばすことじゃなくて止めることなんです。だよね。ねえ、またさ、はい、私たちさ、おしゃべりだからさ、すぐ脱線しちゃうんだけど、うん、あ、大事なさ、あの、ボーン、はい、シオン、うん、ってね、私たち言ってるんだけど、うん、結構ね、はい、母音だよ、子音だよってね、ちょっと指摘されるんだよね。ですよね。その、みんなが間違えているよという。そうなの、そうなの。でもこれさ、私たちこの講座を始める前にさ、うん、ボーンなのか、あ、母音なのか、うん、あ、子音なのか子音なのか、うん、ちょっと調べたんだよね、うん、でね、一般的にはやっぱり母音、はい、子音が一般的なんだけど、うん、みんながなんか母音、子音、結音、うん、濃音、総音をつけます。うん、母音と子音だけが音なの、うん、で、だから一般的にはそうなんだけど、うん、でも母音と子音でも間違いではないっていうのを見て、うん、私たちのこの講座の中では、はい、母音と子音って言ってるから、はい、そこはちょっと皆さんが理解してくれると嬉しいかな、うん、だから発音として母音、子音と言っても間違えていないんですよ。そうなの、そうなの、はい、それでね、つばきちゃんね、うん、母音って聞いてとね、なんかね、違う母音をね、思い出しちゃうしね、死因はね、なんかね、死亡の原因がね、死因だからね、なんか聞く感じがね、母音の方が好きだし、ね、ああ、同音義語としてなんかちょっと悪い単語たちがあるから、悪いってわけじゃないけどね、うん、なんかね、あんまりイメージ良くないしね、あとほとんどね、この音っていう字ね、うん、その発声に関する言葉ほとんど全部ね、音なのよ。でも音楽の音もそうだし、なのでそのもう韓国人たちも、うん、韓国人たちも母音、母音、もう何を選んで発音したいのですかとしたら、私も母音、子音、音を選びたいんですよね。だから、うん、ちょっと一般的じゃないんだけど、うん、そこはね、私たちのカラーかなーなんて思っちゃってわがままなんだけどみんなちょっと理解してくれるとかんちゃんもちばきちゃんもちょっと嬉しいです。はい、嬉しいです、うん、だからこの後のさ、あのお勉強続けちゃうけど、ボーン、シオンって言いまくるかな、あ、ボーン、シオンね、言いまくるからちょっと許してね、うん、はい、お許しください。うん、じゃあ今日どんな風に勉強するのかとっても楽しみだわ、うん、早速始めましょうよ。はい、そのなんか表情が今ちょっと変ですよ、すいません、ね、もう一回、はい、はい、頑張るわよ。はい、